藤野秀幸。さあ昨日は5位という成績で終わりました。ランキングも5位というところになります。ベテラン藤野秀幸、チーム東洋タイヤドリフトバニエティ、決まればなかなかいい走り、そして高得点は出そうですが、まずは飛び出しスピード十分、いい振り出しからの、そしてさらに角度をつけ込んで、いい角度だ、いい角度でアクセルいってる、入ってる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 、これはどうだ、悪くないぞ、いやさあこれはいいかもしれない、どうでしょうか、藤野秀幸の1本目、めちゃめちゃいいでしょこれ。藤野秀幸、さあ藤野、これ今もう 98.7 出してもう1本いきますからね、待ちませんね、これもうやめるかと思いましたけど ねということは狙ってますね、ちゃんとしっかりと、相当良かったですけどね、さっきの、さあどうでしょう、さらなる走り、当然走る限りは出すということでしょう、ね、藤野秀幸、単走優勝目がけてくる、どうだ、いいスピードで来ている、ちょっとつまずいたか、さあそしてアウトいっぱいギリギリのところ、ギリギリだ、コントロールしていくものの、このままのアクセルの踏み込み、そして振り返し、ちょっと出が、カーナンバー66藤野秀幸バーサスカーナンバー84チャールズ。さあいよいよベスト16スタートを切りました。まずは一組目の対戦ということになります。藤野秀幸単走1位、そしてチャールズギリギリ16位で通過、フィロナイチャールズの対戦は1本目降りてきた、さあどうだ、まずは藤野、そして後ろからチャールズがついている、チャールズがいいところにいる、距離感十分、これは取っている、これは取っている、チャールズが入った、チャールズが入った、いいところ、いいところ、チャールズが、チャールズが藤野のところ入っている、チャールズ、チャールズ踏ん張った。さあ両者スタート地点入れ替えの2本目ということになります。1ポイントアップ、青いマシン D マックスレーシングチャールズ、さあ今度はそのチャールズが先行、それに対して藤野秀幸ということは当然これは後追いポイント取りに来なくてはならない。藤野秀幸近いとこから入れるか、いやチャールズがいい、さあチャールズが、そしてまずはそれに対して藤野秀幸が入ってくる、近いところ近いところ、捕まえている捕まえている、さあここは寄っていきたいところ、しかし完全には捉えられてはいないか、あら、あら、さあいよいよベスト4進出をかけた戦い、藤野秀幸先行、後追い畑中慎吾、先ほど川端雅人を破った畑中慎吾、今度は同じチーム東洋タイヤズドリフト180、藤野秀幸相手にどんな走りを見せるのか、降りてきた藤野が前、そして後ろから近いところにいる、さあ先行思い切って振ってきた、藤野がいい走りだ、藤野がいい走りだ、さあ小さいところを畑中が寄る、小さいところを行って寄る、しかし藤野先行でそのまま握っていく、寄ったところはあれども先行取れていける、藤野選手後もうまいですもんね。さあセットされましたよ、それでは入れ替えいきましょう。さあいよいよ入れ替えです、畑中慎吾が前、そして藤野秀幸が追いかける後追い、しかしもちろんリードは畑中慎吾1ポイント、これを守れるか逃げ切れるかと、いやしかし藤野秀幸来るでしょう、後追いで当然詰めてくるというところ、降りてきた入れ替えの2本目、さあどうだ、まずは畑中、そして後ろから、藤野がここで近いところ、さあ近いところ、さあ近いところにいる、さあドスの得点も取りながら1ポイント2ポイント、こういったところを加算していく、どうでしょう。カーナンバー66藤野秀幸 VS カーナンバー9末永直人。さあスタートしてまいりました、決勝進出をかけた戦い、新ファイナルの1組目、藤野秀幸 180 末永直人 S1 号、まずは藤野先行に対して末永直人どういう後追いを見せるのか、まずはおーすごいスピード、末永直人スピードが向く、しかし先行の走りもいい、先行もいい、そして後追いが入っている、これは近いところ、そしてもう1回食い込んでいく、入れ替えの2本目、今度は末永直人、これも思いっきり行くしかないだけですね、98点狙いの多分先行での末永直人、それに対してとにかく藤野は最初から詰めないと、さあ降りてくるところ、ここで離されたくない、ここでなんとかついていきたい、藤野が飛び込めるか、やっぱり